サウスイーストクイーンズランド地区のカランドラシカラウンドラは、オーストラリア連邦のクイーンズランド州、サウスイーストクイーンズランド地区サンシャインコーストにある、地方統治区域、マルーチ市街の南 15km に位置する。人口は、約8万9000人、面積は1,107平方キロメートルである。市内の一家族の平均収入及び資産は、全豪有数の水準にある。 2008年3月15日にマ内チー市ヌーサ市と合併してサンシャインコースト市となった。ブライビー島とパミストーン海峡この地には、ブライビー島との間にパミストーン海峡が流れており、海岸から内陸にかけての広い地域にわたって湿地帯が広がっていたが、現在は人口の運河が広範囲にわたって整備されており、運河沿いには高級住宅地が造成されている。 内陸には約26から2700万年前の火山活動によって隆起した祈願山群のグラスハウスマウンテンズ国立公園があるゴールドコーストやサンシャインコーストの沿岸部で見られる亜熱帯気候で内陸部と比べ中夜及び年間の気温変化は緩い夏は涼しく冬は乾燥し温暖な気候でありオーストラリア東部で最も理想的な気候であるカラウンドラは 入江を浚渫して造営された半人工校である。ペリカンウォーターなどの人工校が次々と建設されたが、今では漏れなく宅地化されている。カラウンドらはかつて漁業で栄えたが、今ではもっぱらレクリエーションの場であり、邸宅やヨットハーバーで海岸線は埋まっている。グラスハウス、マウンテンズ・キングス・ビーチ・スカイダイビング毎週日曜日に、 市街地のブルコックストリートからのスカイダイブを楽しむことができる。ありがとうございます。